はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルやっていきたいと思います。今回は、イベントのですね、青道高校サクセスチャレンジをやっていきたいと思います。で、ちょっと概要の方だけ確認していきますと、サクセスで青道高校をプレイしましょうと。で、ポイントのハイスコアでランキングを競うというような形になってます。で、あとそのデッキの編成によってボーナスポイントがつきますので、ここのデッキの組み方が一つ、ポイントになりますね。で、まずはデッキにセットされている練習の種類数、5種類以上から、プラスがつくんですけれども、5種類でプラス50で6種類、全部種類を変えると、100% という形になりますので、基本的には、全種類の、練習を組み込むような形が、セオリーになるのかなと。まだちょっと、全然理論的なものはわからないんですけれども、多分6種類入れた方がいいでしょうと。で、それに加えて特攻キャラがいますので、そいつを組み込むとボーナスがつきますよと。で、まずは稲実と、薬師の人たちですね。SR だと 12% で、 PSR もし持っていれば 14% というところになります。で、これはプラ5とかは全く関係ないので、とりあえず、SR の、ランクがあれば 12% つきますよといったところですね。で、それに加えて、青道高校の1年2年が、いると、ちょっ と、ボーナスは 2% 低いんですけれども、こちらも特攻キャラのボーナスがつきますといったところになりますね。で、青道高校の3年生はもう卒業しちゃうので、青道高校では、イベントデッキに組み込むことはできません。俺、ジュンさんとかね、SR 持ってるんですけれども、ジュンさんは、3年生なので入れることはできませんという形になります。じゃあ、これでちょっと、サクセスの方を、実際にやっていこうかなと思います。はい、イベントデッキはこんな感じになってますね。ちょっと、やっぱりフレマラは必要だと思うので、ライチの SR をお借りしております。自分のイベントデッキとの相談にもなるんですけれども、基本的には野手の方が、ポイントは出ると思うので、野手でやっていった方がいいんじゃないかなと。で、投手でね、よっぽど揃っていれば、投手でもいいかもしれないですけれども、基本的にはフレンドのところは、自分の持っていない、得意練習のキャラを入れるといいと思います。で、自分の、特攻キャラで持ってるのはまずカルロスですね、総力と、ただの君を持ってるので、精神でただの君を入れてます。で、あと他のキャラクターなんですけれども、多分 R とかで、ちょっとイベントボーナスをつけるよりは、SR を普通に組み込んで、経験点を伸ばしていった方がいいんじゃないかなと、自分では思ってます。なので、これで、まず打撃がサイガで、筋力が、ライチで、走力がカルロスで、肩がつくもで、守備が水鳥で、精神がただのといったところになってます。ちょっと一回これでやっていこうかなと。で、あとそもそも自分青道高校全然やってないんで、すいません。あとアイテムが、お守りは必要ないので、お守りは持ってきてません。もちろんそうなんですけども、その他にマックスパワードリンクで、ちょっと美味しい練習が来た時とか、これで経験点を伸ばしていこうかなと。で、招き猫は、イベント回数が増えるので経験点の底上げになりますので、この2つあたりがセオリーかなと思います。で、ちょっとさっき言いかけたのが青道高校全然やってないんで、そもそものやり方がわからないです。青道魂はね、あんまり貯める必要もないんじゃないかなと。だったら練習した方が良くないっていうのが、自分の考えなんですけど、どうでしょうかね。で、あと別にその能力は関係ないんで、基本的にはファーストにしてパワーとミートを上げていけばいいのかな。で、能力の強さはもう全く関係ないはずなんで、コツを潰せるものはもうどんどん潰していっちゃった方がいいですね。で、自分の場合そうですね、ただのと水鳥がいるんで、キャッチャーでやってキャッチャーコツを潰しちゃってもいいかもしれないですね。もうちょっとファーストで始まっちゃって今気づいたんですけど、じゃあ最初の練習は、評価上げからいきますか。ライチあたりから上げていきますかね。肩にいるんで。で、もう守備系は全く上げないです。なので、コツに関してはもう潰せるときにどんどん潰していきますね。で、コツイベントのときに、経験点をね、もらうっていうのが目的になりますので、
カダノとかはもうキャッチャー丸しか持ってないんで、もう青染めしてキャッチャーコツを抑えちゃうのもまあありですね。まあ、いつコツが来るのかにもよるんですけれども、まあ、経験点が溜まってる状態でただのが、コツ発生した時にはもう青染めしてキャッチャーコツを取っちゃおうかなと思います。だから能力の方は、ある程度ちょっと低くはなってくるのかなと。で、ちなみにね、もうカイオスが前イベなのかただのが前イベなのか後イベなのかっていうのがね、まあ、調べてないんでわかんないです。まあ、他のキャラクターについては使ってるので前か後かっていうのはわかるんですけど、おこういうのいいですね。でサイガーに関してはパワー比と広角と固め打ちなんですけど、多分一個も潰せないです今の今の状態だと。だからまあ3で取ってそのまま即潰しましょうっていうところなんですけど、まあ、経験点がだから来てくれても美味しいですね。おお経験点、まあ、44入るんでね SR だと。で水鳥は前イベですよね。でつくもも前イベで、ライチは確か後イベですよね。だからカルロスが前なのか後なのかっていうのがちょっと分かんないんで、あとただのか、ただのもどっちなんだろうな。だからバランス的にいいのか悪いのかそもそもよくわからないっていう、っていうか自分のデッキだと、うん、これがね一番いい編成なんですよ。もうこれ以上ちょっといい編成は多分できないと思うんで、手持ちの手札からして、ちょっとただのとサイガの評価をメンタルで上げましょう。だからこのメンタルの使い方もどうなんでしょうね。結局ポイントなので、まあ、休むってやって練習をするか、まあ、ちょっと精神でポイントを稼ぎつつ回復するか、まあ、そこら辺ですよね。サイガがいけますけれども、どうしようかな。評価上げっていうのも一つ必要ですよね。でカルロスとかってね結構コツが多かったと思うんですよね。カルロスの、ね、コツがねそもそも、分かんないんでちょっと確認しましょう。あ、盗塁走塁とか無理だ、これ潰せねえわまあいっか、カルロスについてはちょっと取れたものから順次潰していきますか。お、いいねいいねいいね、ポイントが入ってくれるのはでかい。ちょっとコツが来てるけど、ここはさすがに寝ましょうかね。あ、バナナって回復するんだよね体力。あ、ちょっと無駄なところが出てしまったかな。でこの精神量ですよね。まあ一応見るだけはただなんで、一ターン消耗してやるべきなのかちょっとねそこが分かんないんですよね。でまあこのターンは、2人いるところで評価上げですね。まあまずは最初は評価上げなんでやばい、イベントが分からないイベントをチェックしてないんで分からないけど、ただのが正しいってやつとただのの評価が上がりそうだな。うん、上がったね。だからこういう選択肢も、まあ、本当はね調べて、もう経験点狙いですね。その金徳とかも正直いらないんで、ひたすら経験点が上がるやつ。つくもに関してはそうですね、まだそこまで溜まってないんで、ポイントが3つ潰せるかって言ったら3つは潰せない。あ、キャッチャーの仕事ね。これ野手でやるとなんだっけ、ここら辺も完全に確認してからやった方が良かったな。調べながらやるっていうのもありですけど、ちょっとそうすると時間かかっちゃうんで、まずハイボールヒッターは潰しましょう。ここは一応練習のメンタルを見るけど、沢村くんしかいないので寝ましょう。で最後はね結構経験点が入るんですよ、イベントで。まあ、体力も削られますけども、これで40と13だから50いくつ入りますよね。
どうしようかな、2人いるところだな。つくもは溜まってて、ただ監督もいるか。ただ製造って結構監督評価上がりやすいんですよね。一回練習すると、まあ、ちょっとやってみますか。監督いるんで、なんかね9上がるんですよ。これって他のところでも9上がりましたっけ。どうしようかな、ちょっとマスコさんにしよう。うまくいけばパワヒがもらえるんで、おで、パワヒはもう1で潰しちゃってもいいと思うんですよね。でこれもまあとりあえず別にみゆきを入れてるわけじゃないんで、で重い1じゃ潰せなかった。あ、これ美味しいね。どうしようかな、 20% やってみようか。 OKOKOK、まあそこでちょっとパワードリンクを飲むのはもったいなかったんで、よし、これで、流し打ちも潰せますね。で、まあ基本的にもう金徳狙いっていうよりはイベントで経験値が入ってくれればいいんで、これ確かうまいものが食べたいっていうので体力がね回復したような気がするんですよね。どうだ、うまい、いいね、40。あ、意外性ももらえるんだ。別にまあ意外性はいらないんですけど、意外性の人いたっけ。まあ流し打ちを潰して、で次つくもが来たら、レーザービームはもう直取りしちゃいましょう。経験点をゲットするために、お、落ちない、落ちこれって、お、いいねいいね、10ポイントでも手に入れば。これ福井部だな。あー体力が減ったけど、あ、まあ、そこそこの経験点は手に入ったかな。どうしようかね、これを続ける意味があるか。一番下で切れるんですけど、最後経験点手に入ったかな。まあ、いいや、切っちゃおう。でこれも切る割にはあんまり経験点が手に入らないと。体力がね減るんだったらもう少しね欲しいんすよね。肩の強さとか、まあ適当でいいや心とかの方がいいのかな。あ、早急骨か。あ、水鳥が早急骨持ってたりするんで、肩、まあ、タッグを組んでおきますか。ちょっとやる気が下がってんのが痛いな。青銅高校は遊びに行けないんで、めちゃくちゃ厳しい高校だから。お、薬師戦か。これね、ちょっとまあ今回はお試しなんであれなんですけど、コブにお任せっていうのも結構ねポイントが入るんですよ、レギュラーだった場合はパワフィアも取っちゃいましょう。で、OK、そこからいいにはできるかな。まあいいあれば多分持ってけるといえば持ってけるんで、であとはちょっとねミートも上げたいなっていうのがあるんですけど、あ、そうか今回俺動かさないんだ。でこれで出番なかったけども全部12もらえるっていうちょっと代打の1回だけで自信がない人は、まあ、コムにお任せっていうのも、まあ、いいんじゃないかなと。じゃあちょっとまた練習に戻りますか。水鳥と、神谷の評価を上げていきましょう。まあ、ただねダブルタックっていうのがね発動しないんで、この編成だと。お、これはいいね。まあ、基本は成功してくれるんで、あとはちょっとライチもまだか。ただのもね、精神で溜まってくれるとめちゃくちゃでかいんで、先にただのの評価を上げましょう。精神で回復しつつポイントがもらえるっていうのはやっぱりいいですよね。でこれもね何気に20ポイント入るんで体力減らないし、でやっぱり青銅高校の一番のポイントは彼女が作れないっていうところ。
だからエピローグ経験点の底上げができないっていう感じですね。そうするとつくものレーザービーム、あー58か、潰せたかな。63か、潰せないですね。まあしょうがない。これで評価が上がるんで、レーザービームか。でまあ初詣には行くで全然いいと思うんですよね。あとここで大吉が出てくれれば万々歳なんですけど、頼むよ中吉。まあまあまあ、コツが発生してるけど、27% か。まあ別にタッグでもないんで、寝ときますかね。こういう時にね、ただのくんのメンタル練習ができればいいんですけど、 J アニマルの成功本はいつも俺これ選んでるんですけど、体力が回復するんですよね。他なんだろう、野球でいいや。臨床が10か。脅威の守備範囲福井部てか、どっちが金得イベントかよくわかんねえし。神谷カルロスか。まあ評価を上げていきますか。神谷カルロスとただのはまだ35まで上がりきってないんで、両方ともレベル20ですね。まあ一応コツが上がるのは15なんで、まあ、SR 使うときは最低でも15まで上げるといいと思います。でまあこれも一応経験点は入ってくれると。最下か。筋力が足らんな、筋力が。そうすると広角が取れない。固めは取っておくか。メンタルも来てたね。っていうかいろんな人が来てたから、こうもっと次の週とかにね分散してくれればいいんだけど。まあこれで広角は潰せますね。お、いいねいいね。あー失敗した、マジか。で、コツ 37% か。ちょっと厳しいな。あ、ここはねちょっとやる気を下げられるんですよね。で最悪、あーそっか、これはちょっとドローン、あでもやる気がな減ってるからね、ちょっとやる気を上げに行きます。 OKOKOK。まあ、経験点も入るんでいいでしょう。この場合はね、コツを狙った方がいいので、レーザービームは潰してあったかな。3あれば大丈夫でしょう。OK。で、これでつくもからはもう、ポイントがもらえますね。よし。で、落合コーチ。お、なんだ、ライチが乱入してきたな。チャンスメーカーか。お、いいねいいね。体力回復。そう、これね、バレンタインもね。あー、やる気下がったか。神谷カルロス。ライチが溜まってなかったか。お、いいねいいね。練習が多いよ。さてさてさて。で、水鳥と。やる気を上げたい、やる気を。正当量とかでやる気上がるのかな。サッカーしようぜって何サッカーしようぜってなんでサッカーしてんのこいつら正当でさ、正当の野球部でさ、サッカーなんてやったら片岡監督マジブチ切れるっしょこれは美味しいっすね。まあただの、まあ、ただね35レベルじゃないんで、これが35まであるといいんですけど、ゲドウくんがね足りないんで、でしかもただのをねちょっと35までね上げる気にはなれないんですよね。これ何がいいんだ。とにかく来い。
結構遊んでるよね。お、やる気が上がった。いいね。あー、これメンタルがちょっと美味しいよな。水鳥だし、ちょっとメンタルで回復しつつポイントを稼ぎましょう。いいねいいね。あ、こっちも結構いいな。そうすると130広角が潰せるはずなんで、広角バフを潰して、で、最下から経験点をもらいつつ、精神のポイントをもらいつつ回復をすると。さあ、そこからまあ、タックを決めるところですね。いいねいいね。重なるとやっぱそれなりにもらえるな。ワンタックでもカルロスがねレベル20で確かやる気効果 100% アップがついたはずなんで、それもまあちょっと効いてましたよね。お、いいねいいね。あー、メンタルいいね。いや、今回働くな。ただのバナナでチャージ。誰か何か持ってないか。いけ、バナナ。これ確かなんかビフ的とかの時もありますよね。そこから、まあ、ちょっと筋力を上げておきたいですね。まあライチとサイガがいるんで、まあ、監督もいるし、てかもう監督評価は全然大丈夫か。で、サイガの3回目は確か1球入魂だけだった気がするんですよね。もう今は完全経験点なんで。あれ、これ何失敗したってことよくわかんないけど。あー、 33% か。どうしようかね。使ってみる。マックスパワードリンク。これでね、コツがどっち来るのかっていうのがいまいちわかんないけど、つくもが来てくれるとすごい嬉しい。お前か、バントちょっとバントだけでも潰しとけばよかったな。ま、落合コーチもいるし、ありがとうございます。そこからのいいね。またメンタルで体力が全開と。あれ、ただのって得意練習率アップとかある？なんかかなり働いてる気がするんだけど。あ、全然経験点手に入ったわあー、これね。うーん、まあ別にみゆきの評価は下がってもいいんで。すいません。いいねいいね、働くね。どうしようかね。こっちでもいい気がするんだよな。コーチもいるし、まあ、10ポイントくれればそれでいいでしょう。さらに、おー、ライチか。ライチってあとなんだっけ。まずパワーヒット潰して、広角潰して、粘り打ち持ってたよね。で、あとは、まあ、パントもちょっと一回潰しとこう。あ、てかバントもう潰す必要がないか、5になってるから。初級持ってたよね。初級持ってた。で、あとムード丸も持ってた。ここまでは覚えてるけど、あとわからん。ライチライチライチ。広角粘り初級。あ、対エースも持ってんのか。対エースもなんで潰しちゃいましょう。対エースは結構高いね。よし、これでいいんじゃない。さあ、ここからの筋力ポイントもらって、こっち来るかな。おお、来たね。10ポイントもらって、おい、これか。発動するのか。うわー、サボり癖ついたよ。これでサボり癖がつくのマジ痛いんすよね。か
彼女がいないからラブパでの治療もできないし、まあ、自分の土石をプレイしますか。能力的にはめっちゃしょぼいけどね。E は欲しいんだよね、実際に自分で打つとなると。あ、これでいいかな。どうしようかな、サボり癖通院して直そっかな、1回だし。これで練習をサボっちゃうよりかは、まあ直しておいた方がストレスにならないんで、まあ、究極にね点を伸ばそうとすると、うわしまった、そういうところも賭けに出るときが必要なんですけどね。結局9番バッターか能力がしょっべえかな。これはちょっとチェンジアップか。お、鳴宮くんがへばっている。オーケー、一応2本ホームラン打つとどれくらい経験値が入るのかなと。27か、まあ結構入りますね。お、ここやる気上がるんだ。さてここで只野くんとかが来てくれたらいいけど、特に何も発生してないんで、もうこれは通院しちゃいます。お願いします。よし、心を入れ替えて頑張ろう。ライチのイベントって勝手に進んでいくんだっけ、選択肢とかなしに。ここら辺でただのがね来てくれるとすごい嬉しかったんだけどね。あ、いいね、サイガが来ると、サイガって筋力ボーナスか練習アップだっけ、なんかどっちか持ってたと思うんで、両方持ってたっけ適当だな俺も。あー、どうしようかな、ここメンタルでいくつ入るの。20、22か。回復するべきか寝て、まあメンタルにしとこう。よし、精神のレベルも上がったんで。お、いいねいいねいいね、またサッカーしようぜって絶対これ怒られるよ、ほんとよくやるよなこいつら。これどっちなの、動きを読まれないようにしようそう、悪いことを少し掴んだ。ここは、まあ、スカウト評価を上げるっていうのもありだけど、まあコーチでいいかな。さて10ポイント、あれむしろ下げられたし。で一応これでアーティストですね。あれ、またサッカーさん、お前ら何回サッカーすんだよ高速ベースラン高速ベースランとかマジ取ってらんないからな。ただのか、どうしようかな。キャッチャーっていくつなんだ、ちょっと一旦青染めして、キャッチャーと、うん、もういいや、取ろう。でここからただのはこれでもう経験点ですね。次から俺キャッチャーでやろうかな、青止めする必要がないんで。ちょっとさすがにこれは無理かな、メンタルだな、使っちゃったから。じゃ体力は21回復するのか。もうあとはちょっとあんまり体力が減らない限りはメンタルで回復していきますか。で災害の方も経験点がもらえるのでこのままでいいでしょう。お、ただの来るのか、ただのと練習取り付けてやってみようかな、1回だけ。ここで何が来るか、あ来てんね、ただの。いや働くね、めちゃくちゃ回復するな。ただのちょっと35に上げたくなってきたな。
あげられるだけのゲドウ君はね、まあ一応ね、余ってるっちゃ余ってるんですよね。ただそれをね、ただのに使うかどうかっていうところが、悩みどころですね。で、基礎能力がめっちゃ低いんで、ここが悩ましいところっすね。どうしようかな。もうここまで来たら一級入魂とかあれば試合で役立ちますからね。ちょっと DD くらいまでは上げますか。パワー C までは持っていけないんで、アーティストを取るべきか。どうしようかな。まあいいや、ちょっと置いときましょう。基礎能力を上げるべきか、特殊能力を取るべきか、ここら辺はどっちがいいんだろう。で、あとは例によって試合をどこまで勝ち進んでいけるか、あと試合でどれだけ経験点が取れるかっていうところですね。なんでまあね、エキスパートにねするよりはまあノーマルにして打っていった方が、まあ、自分は経験点が伸びるんでノーマルでやってますね。まあエキスパートでマックス経験点取れるよっていうんだったら仕方全然いいんですけど、今のようなねボンミスするんで、今のも絶好のホームランボールですよね。OK、まあ、これで一応ここはマックスのはずなんで OK。 ここから、あーメンタル来てるね、メンタル来てるけどどうしようかな。技術が足りてないけど、ライチ、サイガ、どっちにしようかな。メンタルで回復っていうのもね、いくつ入るこれ、 50?51? めっちゃ入るね。51回復、51のポイントが入りつつ回復ができる。ちょっとこれ悩ましいな。でも44だっけ、46、あーこっちだな。ちょっと少しでも経験値を伸ばしていきますか。で本当はねここでパドの君が来てくれたらすっげえ嬉しかったんだけど、まあつくもも経験点くれるんでいいでしょう。オーケーオーケー、まあ悪くはないですね。もう一回くらいちょっとただのと練習したいよな。そうするとパワー C に上げよう。敏捷がダダ余りしてんな。まコツが来た時に敏捷を使いますか。さて鳴宮ですね、鳴宮。まあ鳴宮と騎馬だったらどっちが打ちやすいかって言われたら、やっぱりね騎馬はね爆速が厄介なんで、どうなんでしょうね。鳴宮このね、俺チェンジアップ超嫌いなんですよね。第2球一塁ランナー出た、打ちました、痛烈、わー取られたか。まあダイヤのエースでもチェンジアップとストレートの組み合わせに精度ラインはめっちゃ苦労してますけど、今ちょうどね自分が見てるダイヤのエースは稲実戦ですね。最初の稲実戦です。で丹波が降板したところかな今、だからまだ稲実がリードしている状況かなっていうかさちょっとマジ4点取られてるのかよ。最低でもここ打っとかないとまずいな。しまった、いやー負けるぞこれ、ここだうわちょっと待って、いやここで負けたの痛いな。
まあちょっとね、やっぱりね、喋りながらやるっていうのが言い訳なんですけど打率が落ちますよね。ちなみに何位？5位か。10ポイント。さて、これで何点いくんだ ?3600 か。ここで3600か。なんだかな。まあ、能力アップしてもね、まあ、しょうがないっちゃしょうがないかね。たぶん、こいつはもう登録させないんで、別に。ソルク、ダダ余りしてるんで、まあ、適当に上げてみますか。はい、終わりみたいな。で、OK して、まあ、登録はしないです、こいつは。ここが3600とかだったっけ。で、6種類ボーナスがついて、3600ついて、特攻キャラが 36% と。で、そう、ちょっと1回やったんで、4000いくつですね。で、その時、得意練習ボーナスが、6種類っていうのを6種類じゃないですか、まあ、そのまんまなんですけど、同じね練習をね6枚入れたんですよ。でそしたらボーナスつかなくて、あれなんでだって思ったら得意練習6種類ってそういうことかみたいな。ということで今のハイスコアが8665ですね。まあ5戦に行けなかったのがあるので、まあまだ伸びるとは思います。で、しばらくはちょっとこの編成で、やってみようかなと、思いますので、まあ、期間中にね、もう1回くらい上げられればいいかなと、思います。もう少しね、イベントの研究とか、キャラクターの研究とかをして、ライチちょっとフレンドに欲しいよな、今。というところで、じゃあ今回のサクセスはこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まあ何かもっとポイント伸びる方法があればアドバイスいただければめっちゃ嬉しいです。試合に勝てよっていうのはもう重々承知しているので、まあ、デッキの組み方とか練習の方法ですね、まあ、そもそも、正統魂を開けた方がいいのかどうかっていうところから、わからないので、まあ、そこら辺アドバイスいただければ嬉しいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。